りちゃん何作る？オムライス。オムライスね。毒入りオムライス。私の頭皮オムライス。よし、じゃあオムライス作ろう。オムライス作るから食材費ちょうだいよ。俺が？うん。現金でお支払いされるお客様は何から買う？リードで表示されている野菜をご利用ください。よく TikTok ライブでおこわ屋さん料理やってるやん。やってないよ。やってるよ。じゃあ何する？たまに見るよ。今1回しか見たことないけど、たまにって言ったけど1回しか見たことない。オムライスでしょ。何が必要？人参。人参、はい、取って。葵ちゃん取って。あった。葵人参と、はい、玉ねぎ。玉ねぎね。はい、他にはどのお肉？鶏肉。鶏肉でもいっぱいあるじゃない。胸肉とかささみ肉とか。ちっちゃいやつ。ちっちゃいやつ。え、ご飯炊いてあるの？炊いてないから、ご飯パック買ってくる。じゃあ行くよ。次は豚パック。豚パックするよ。はい、はい、ポテトサラダ、これでいい？でも右のやつ何？マカロニ。あー、じゃあポテトサラダでいい。レッドブル好きだから2本買っていい？はい、いいでしょ。レッドブル、はい、はい。小屋さんにもお茶は？はい、はい、いいよ。あー、梅がいい。梅もかめと梅ね。はい、他にはもういいっすね。じゃあ行きますか。かわいかった。でもこの道行く人のワンちゃんには言うやん、暴言。自分の犬しか可愛くない。猫嫌い。猫嫌いなの？じゃあうちの猫嫌いだね。猫だから。猫嫌いじゃん。ありがとうございます。え、ありがとうございます。見てます。え、素敵なご婦人が見てます。言ってくださったわ。ちゃんと食べてよ。はい、食べます。おまじないするか。いや、みんなでスタッフとね、ふざけんな。4等分だよ。いや、細黒葵ちゃんに行ったんじゃないの？ここは役に行ったの？そうです。ここやさん、手作り料理する女の子どうですか？やっぱ素敵ですか？あ、そうだけど、手作りね、誰でもいいから。プリンス荒野に美味しいオムライス、毒入りオムライス作る。絶対食べて。毒入りってアンさせたいから、アンさせて食べて。勘弁してくれ。お願い。アンさせ食べて。荒野くん、彼女いるの？彼女。やば、惚れた。明日から店行こう。あ、皆さん、指名が行くのも平和。こういうことです。嬉しい。住みたい、一緒に。今日の夜から、あの、お利口さんにお留守番してるから、ここに一つしか部屋ないの？二つ部屋ある。こことここ。どことどこ？そこの、そこの中の部屋。そうなの？後で見よう。
うわ大丈夫大丈夫なんか落とした人参何してないなんで人参って分かったの公約え音で分かるとか天才やうわなんか全然料理しないかもしれない毎日更新しようぜこやくに持って帰ってもらうお店の中で SNS あ、従業員全員が日本人でも食べないで私も食べていいんだよね200サイズねえ、フライパン出してこやくんこやくんここが散らばってます。そういえば高野くんちょっと来てお願い見てほしいの優しい高野さん頑張って作ってるから見てほしいどうもうちょっと可愛いねいやここから見れば分かるのほら接近して人参切ってるなっつうの切ってるじゃん人参そんな入れんのもう半分でいいんじゃない何人前のオムライスですかね100人前えあ、私の人気だったからそれぐらい嬉しいありがとうでかいのあるからでかいのあるから食べるなんでさ、すぐそっち戻んの座りたいからでしょそれ座りたいからでしょ私は呼ばれたんだよ、お呼ばれさんなんだよ、豚の名に高野くん高野くんまた大人の話してんの高野くん来てえ何でしょ完成品抜けして食べてよ食べる辛くない早く終わらせたいもんなんか疲れた疲れたもんマニュアル大丈夫さんそんな音する音があったっけオムライスっていや、わかんないオムライスくれるかな。間違いない。ふんわりするよね、マヨネーズ。ふんわりする。確か。いい感じ。トロトロしてきたよ。来て。どうも、葵ちゃん。お母さん、こっち来てください。めっちゃ美味しそう。ほら、美味しそうだよ。まあね。普通に美味しそう。美味しそうであります。疲れたよ、私、体力ない。食べる体力しかもうない。今何ですか。うわ、ちょっと六時までに帰りたい。彼氏待ってるから。彼氏。彼氏じゃないよ。ちゃんと待ってる。新しいから。あんまり焼きすぎるとまずくないでこれをせーのポンってできたいくぞうっポンあ、落ちてたいくぞせーのポンオッケー、うまいはい、終わりいきまーすできあがりです。ハートです。はい、終了。ダダダダン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 はい。すごいすごい。完成。ラクイリオムライス。やったね。じゃあパンコールしますので、はい、ぜひ見てください。はい。あなたのハートに。トゥインクルハーツハートを込めてマジカルハートチュ幸せ笑顔トッピング美味しくなれ萌え萌えキューンはいありがとう美味しくなりましたじゃあアンしてあげて
や、やったー。自分で食えるからね。何が？いただきます。自分で食えるから。はい、いただきます。これポテトサラダが一番美味しそう。市販ですね。ポテトサラダは市販です。うまい。ほんとに美味しい。これはどうだろう。ん、オムライスの方は。あ、待って待って。乾燥しようかな。食べてないんかい。うまっ。ほんとに美味しい。証拠映像が。めっちゃ美味しい。うん、うん、どうや。うん、まあまあまあ、うん、食えでもない。美味しい。うん、うん、マヨネーズ、いい感じだし。マヨネーズ、マヨネーズがちゃんと卵に入ってるのも分かるし、ケチャップも美味しいし、うん、超美味しいよ。まなみちゃんの手料理食ったホストっているの？ない。初めて。うん、くそ。いただきました、初めてよ。前例があった方が良かったの。うん、スタッフの分はないんだ。あるよ。食べます。食べます。食べます。おい、でもこれさ、まだあるの。チキンライス。うん、うん、卵作ればあるの。これで仕事頑張れるしょ、小屋さん。うん、もう寝込むわ。ん、39度ぐらいで。そうです。え、俺きつない、めっちゃ。小屋くん、結婚願望ある？うん、あるよ。あある、うん、無理です。いやいや、言ってない言ってない。新しい担当と結婚するか。いいね。どうやってアプローチするか。これ、送られたの。うん、送られたの。え、送られたの。これ、本営です。本営じゃないよ。約束してんね。しかも告られたし、好きって、俺のこと好きでしょみたいに言われて、大好きだよっつったら、でもなんか俺も好きだよって言われて告られた。うん、うん、2月14日に、うん、ジュビリーに入れてほしいって言ってたから。86万かあのセット料金と合わせてね、2月14日に終わらせて、そしたら半日いて、あのラブホテルで、あのごまりでいいよって言うの。あのさ、ね、うん、でも婚姻届書いてくれるんだって。で、早く書いてくれてから信じるよね。それが基本的な本音と思った方がいい。スローガン、来月スローガン、来月ハワイで挙式でしょ。あ、何誰が言ったの。担当さん、幸せになるよ。なりたいよ。結婚願望あるの、マジでさっきも聞いたけどめっちゃ意外だった。願望あり。相手がいるんだな。相手、どうなんだろうな。お客さんと結婚したいと思う。ありだと思う。人によるよね。久々に包丁持ったらどうだった。わかった。わかった。震えた。うわ、すごい。次はリクエストあります。ん、ない。リクエスト。うまい。ウーバーイーツ。ナナミちゃんがウーバーイーツしに来ればいいんですか。ダメだ、ね、やった。涼介くんちで、たこ焼きパーティーしてみた。あ、いいですね、やりますか。か、涼介くんに手に届くおにぎり持ってってみた。うん、で、いい。肉じゃがとかいいんじゃない。ウォーターサーバーだから全然使ってない。めちゃくちゃ余ってる。お前、そう置いとけ。人様の金だよ。働いた。あ、垂らして下がってくる涙を置いて。やだ。しまって、
それ。やだ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 。何してるの？おかしいな。うん。ダメだよ。何が？戻して。どうした？どうした？これ本当いくらあるの？300万。300万じゃない？ぐらい？300万。見直し。まなみって本名だ。そう。でも本名変えるけどね、もうちょっと有名になりすぎちゃって。本名変えるの？変える変える。何に？リカ。可愛いで。可愛いよね。リカちゃんが。今後はリカとして活動するわけね。リカちゃん人形として活動する。もうね、そろそろ時間も時間ですし帰ろうよ。いやだな、落ち着こえた。え、今日おいしい毒入りオムライス、おいしいおいしい毒入りオムライス作ったから、もう一回ちょうだい。いやー、きついです。もう帰ってくれよ。お金くれないと帰れない。お金？前あげたじゃん、10万。いやだよ、10万なんて毒に使ったよ。ホストに違う。いや、やっぱそうだろ、絶対。ウイスコーヤクのお店に行ったじゃん。お母さんの締めなんですね。いえ、知らなかったです。適当なこと言うな。じゃあ、お小遣いあげたら帰る。もうすぐ帰る。絶対だよ。ちゃんと綺麗に帰ってね。うん。じゃあ、尺が多いな、お前は。40で、40で。いいので、それから尺を帰って。よかった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 。やったー。本当にいいですか、小屋さん。はい、帰って、はい。これじゃあオムライスの報酬ってことですね。うん、あと帰ってくれるよ。え、嬉しい。ありがとう。はい、ラーメン。本当に帰れる。帰れます。ジョド君だよ、絶対。帰ります。ありがとうございます。ジョド君な。はいはい、よろしくね。じゃあね。ありがとうございます。ホスト。